アナから9月期の連続テレビドラマ「コードブルー」「ドクターヘリ緊急救命」「ザ・サード」シーズンの第1話が放送された。白石恵、新垣結衣がリーダーを務める尚飛大学附属北部病院の救命救急センターは深刻な人手不足に悩んでいた。ある日、救命患者が搬送されてきた際に呼び出された脳外科医で、元救急医の相沢耕作、山下智久はその深刻さを目の当たりにする。球場に危機感を抱いた救急医の檜山美穂子、戸田恵梨香は白石に対し、なんとか相沢を呼び戻すために説得するよう嘆願。白石は相沢に相談するも断られてしまう。そんな中、祭りで大規模な事故が起こり、白石ら救急医は総出で現場に向かうも、人手不足に加えて若いフェローたちも使い物にならず、救命作業は難航する。そしてある建物の中で小さな子供が障害物に挟まれた状態で発見され、白石が現場に向かうと脳の異常が起こっている兆候を察知。他の救急医たちはそれぞれ患者への対応で手が塞がっており、白石は迷った末に相沢に電話をかけ応援を求める。ヘリコプターで駆けつけた相沢は子供が挟まったままの状態で現場で開頭手術を行い、一命を取り留める。そして後日、ついに相沢が自らの意思で救急センターに戻ってくるところまでが放送された。このほか冴島遥か、比嘉真奈美が妊娠するも、多忙な夫藤川和夫、浅利陽介へその事実を告げられないという葛藤や、突然に三井環奈、亮が休業を宣言し檜山らが反発するも、実はその理由が三井の子供が難病を抱えていることを檜山が偶然知るなど、救急センター内の医師たちの多彩な人間ドラマも描かれている。第1話を見た感想としては、エンタメ性も満載でドラマも細部まで作り込まれており、十分に楽しむことができる作品に仕上がっていると感じた。救命現場のシーンはリアル感に満ちており、随所で挟まれるしっかりとキャラクター設定された医師たちの軽妙な掛け合いトークも面白い。それぞれの医師たちが抱える悩みなども丁寧に描かれており、バラエティ豊かな人間模様が繰り広げられている点は好印象だ。フジテレビ月曜夜9時台の連ドラ、いわゆる月9は、ここ最近視聴率低迷が続いていたが、本作は高い視聴率が期待できるのではないだろうか。しかし一つだけ気になるのが、主演の山下のセリフが常に棒読みで、しかもずっと無表情のままで、もはや演技をしていないレベルではないかという違和感を感じてしまうという点だ。そもそも山下が全く医師に見えないという根深い問題もこの違和感を助長させている。山下がセリフを話したり画面に登場するたびに、テンポよく流れていたドラマの流れが止まってしまうのだ。はっきり言って山下には主演は無理ではないかと感じてしまった。同じ現象は前クールの月9作貴族探偵でも起こっており、その主演も山下と同じジャニーズ事務所所属の相葉雅紀、嵐だったが、月9は2クール連続で主演ジャニタレにドラマをぶち壊されていると言えよう。また主演であるにもかかわらず、山下のドラマの中での存在感が薄すぎるというのも貴族探偵と全く同じ現象だ。せっかく期待が持てるコードブルーだが、山下のせいで台無しになってしまわないかが懸念される。ヤマピーのそこがいいのにわからんやっちゃな。そういう指摘はファーストシーズンでやれよ。今さら昨日で終わった再放送、投資で見終わったばっかりだけど、そういう役だよ。ガッキーが一人で視聴率を引き上げたな。無機質な医者ってことで、セリフに感情はいらない設定なんじゃないの。あれ込みだろ。今シーズンからキャラ変わった方が問題だわ。でも大丈夫、実質の主役は新垣なのをみんなも知ってるから、そこまで叩くほどの演技じゃないだろ。いや、それ含めてのコードブルーだから。第3シーズンにして今頃かよ。まあでも高視聴率なんだし、棒でもいいってことでしょ。別にガッキーが主役みたいなもんだからいいんじゃないの。ドラマとしては最近になく面白かったし、コードブルーに関して文句垂れてるやつは
1から2期見てねえだろ。監督から常に無表情でって言われたからだぞ。